まあ結果的に今年もきっと最高のオタクライフが。じゃあ早速。うわおい何を。あ、とにかく一度見てもらおうと思いまして、衣装も持ってきたので。え、ここでか。すみません着替えるところがないので。ここカーテンないんだぞ。あ、そうだ、これなら。どうなってんだこの子は。落ち着け、急に脱ぎ始めたから動揺しただけだ。俺が三次元の女子になど。フォード様なんて。